鈴木金先輩、お誕生日おめでとうございます。柔道界のレジェンドです。僕の大学の先輩にあたります。今日は直接お祝いすることができないので、ここに本を置かせていただいて、鈴木金先輩が10年前に出された本なので、もう今と顔は別人です。ちょっと予算の都合でホールケーキは買えなかったんですけど、こちらです。こういうのはなんか値段というか気持ちだと思うんで、ただね、ろうそくはね41本、こう見たら結構ね、鈴木先輩も年取ったというか、こう年齢を重ねてきたこの歴史ですよね。アテネオリンピック金メダル取った時は多分23、4歳だったと思うんで、そう考えるとすごい月日が経ってるなっていうのはこれ見たら分かりますよね。これで今38、39、40、これで41本です。汽車を待つ君の横で僕は時計を気にしてる。鈴木啓司あるある。鈴木先輩のあるあるをちょっと言っていこうかなと思います。近くにいる人はみんな知ってると思うんですけど、むちゃくちゃフランクな人なんですね。まあ、強いとか弱いとか関係なく誰でも仲良くしてくれるんですよ。特に後輩はむっちゃ可愛がってくれるんですよね。で、仲良くしてくれるんですよ。なんか可愛がるというよりはなんか一緒に仲良く飲んでくれるんですよ。その飲むじゃないですか。で、むっちゃまあお酒も結構入ってと仲良くなるわけですよ。もう一日で仲良くなれるんですよ。誰でも仲良くなれるんですけど、3軒目とかでカラオケとか行くじゃないですか。じゃあもう肩組んでエグザイルのライジングサン歌ったんですよ、僕一緒に。で、うえーってりょーイエーみたいな感じで、もうめちゃくちゃ仲いいんですよ。もう親友みたいになるんですよ、その日で。もうその日ですよ。それまで全然喋ったことないのに、その日でもう親友みたいになったんですよ。僕からしたらよっしゃーってなるじゃないですか。むちゃくちゃ好かれてる俺みたいな。まあその飲み会が終わって、で次の日練習あるじゃないですか。その僕はもう鈴木啓先輩と仲良くなってるわけですよ。もう気持ちがあんだけ仲良くなってるから、もう道場行ったらもうすぐ喋りかけようと思って、鈴木啓先輩にいきなりもう行くわけです。挨拶してマジおもろかったっすよねみたいな会話をしようとするんですけど、挨拶とかも結構初めて会った感ぐらいの挨拶しかしてくんないんですよ。昨日もうこうやってライジングさんやってるから、昨日おもろかったなりょうとかあるじゃないですか。普通お前最高だよとかあるじゃないですか。普通ないんですよ。前日のことがなかったことになるんですよね、啓先輩は。その普通の人って回数重ねて1から2、2から3みたいな感じでこう仲良くなっていくじゃないですか。で、鈴木先輩の場合はその日に8行くんですよ。肩組んでライジングさんって8なんですよ。でもあとはもう2、3回飯行ったらもう親友なんですけど、8までは行くんですよ。で、これ誰でも行けるんですよ、正直。次の日になったらもう0なんで。K 先輩の後輩とか周りにいる人結構これ共感してくれると思うんですよね。もっと仲いいはずやってんけどなぁの感じなんですよ。次の日会うと鈴木啓司先輩にちょっと電話したいと思います。なるほどですね、なるほどですね。もう完全アポなしなんですけど、むちゃくちゃ祝ってもらってる時だと思うんですよ。あんまり連絡しない方がいいかもしれないですよね。出ないかも。もしもし、はい、ケイ先輩、お久しぶりです。お誕生日だと思うんですけど。おー、あ、そうですよね。はい、おめでとうございます。ケイ先輩、すいません、ちょっと、それでよろしいですか。はい、ちょっとクラッカーだけやらせていただいてよろしいですかね。はい、ちょっとうるさいかもしれません。あ、おめでとうございます。あ、すいません、ケイ先輩、今って何されてましたか。今家でご飯食べてました。あ、もう誕生日会をしてるっていう感じで。まあ、そう、お誕生日会っていうほどのもんじゃないですけど。あんまり祝ってもらってない感じですか。まあまあ、
あんまりってわけじゃないけど、まあそうだね。今、あ、そうですね。周り、今お子さんいらっしゃいますよね。あ、いるよ、いるよ。あんまり祝われてない感じですか。まあまあ、隣には誰もいないよね。あ、本当ですか。僕今家で一人で先輩を祝う会をしてたんですよ、うん、祝わせていただいてるんですけど、はい、そうなの、はい、いえ、ちょっと今本当にむちゃくちゃシビアな時期だと思うんですけど、うん、すいません、お電話なんかこんな時期にしてしまって。どんな、直接来てほしかったぐらいだよ。あ、本当ですか。いや、ちょっと今こういう時期なんで、今度直接お祝いさせていただこうかなと思うんですけど、一回だけ YouTube で釣り対決してほしいなっていう。おお、釣り対決はいつでもするよ。本当ですか。もちろんで。釣りできるの自分。はい、最近始めさせていただきまして。あ、そうなの。はい、釣り、じゃあ今度じゃあ釣り対決っていうことで。あ、いいよ、でも全然やる。本当ですか、ありがとうございます。おい、これ約束で、約束してるよ、これちゃんと。大丈夫。あ、大丈夫です。え、逆にいいんですか、本当に。全然いいよ。何匹釣れるかみたいな、そのルールはちょっと設定させていただこうと思うんですけど。そうだね、はい、全然いいっすよ。ありがとうございます。すいません、なんかこんなでもよかったです、あんまり祝われてない時間帯的には。いやいや、今本来ならドピーカーだよ。あ、誕生日の7時、7時って言ったら一番こう祝われる時間帯ですけど。そうそう、今周りは誰かいますか。誰もいないです。誰もいないですか、わかりました。すいません。オリンピックまでもう少しなんで、ちょっとお体だけ気をつけて。はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、すいません、お忙しい時失礼いたします。めちゃくちゃ緊張しました。むちゃくちゃ緊張した。いや、優しいね、やっぱり。Zero